今年8月、全国でオーディションが行われ、3万8934人の応募者の中から選ばれたのが乃木坂46。デビューしていきなりの初冠番組、急展開の連続に一喜一憂する彼女たち。先週は放送2回目にして、白石麻衣さん。乃木坂46のフロントメンバーにあたる乃木坂七福神が決定。この7人が乃木坂七福神ということでですね。でもまあこれいつこう変わるかも分かりませんからね。頑張ってやって。そうだよね。そんな中、今回は芸能界随一のアイドルマスター良い子ありのゲストに迎え、選抜メンバー以外の18名を徹底分析。この中で売れるなって思ったのはいないですね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この後、先発メンバーに引けを取らない美少女たちが続々登場。ドーン。さあ始まりました、乃木坂ってどこ。ゲストの方をご紹介しましょう。この方です。あ、良い子の有野です。ドーン、はい、あれ有野さん、ありがとうございます。有野さんってアイドル好きってのは有名ですよね。アイドル好きですね。これ一個聞いたのは、有野さんがツバつけるっていうと変ですけど、まあこの子行くんじゃないかって言った子が過去すごい売れてるんですね。なんからしいですね。ああ来てるよ。どんな人のこと言ってるんですか。最近やったら長澤まさみとかじゃないですか。世間で認知されるもう何年か前ってことですか。15歳とかそれぐらいの世界で中心、世界の中心だよ。先よりも前から見てて、写真集じゃないかな、これ来るでみたいな。いやものすごいじゃないですか。そうだからボムでやってる連載の大事は長澤まさみやったんです。あ、大事が、そう、すげえ。そんな有野のお眼鏡にかなうメンバーは果たしているのか。第一次選抜メンバーの皆さんです、どうぞ。SKE と比べてじゃあ第一印象どうですか。番組やってたからこういう感じが。そうですね。でもこれ見たんですよ、はい、プロフィールみたいなやつ、ね、はい、トータルで見てこの中で売れるなって思ったのはいないですね。ほらほら、これここで僕見てたんです。お、あ、今見たの。なんかなんだこの人、なんだこの人なんだこの人。これをやりたかったんですけど。何がやったの。ここで何やったんですか。今立ち上がってちょっと待ってくださいよっていうやつはアイドルになれない人です。なれない、なれないですよ。あ、ちょっと待ってくださいよ。今分かったね、よかった。全員立ってないから。じゃあ今の一次審査的なものは合格、全員受かってんじゃないですか。で、っていうタイミング全員受かってんじゃないですか。上がってました。有野の鋭いチェックが終わったところで今夜の企画内容を発表。日村さん、はい、お願いします。いきます。乃木坂46選抜メンバー以外のメンバーも見てみたい。それでは選抜メンバーに選ばれなかった18名の PR VTR をご覧ください。はじめまして、こんにちは。北海道出身の18歳橋本七海です。ライバルっていう名目では指原莉乃さんっていう形で、最近身につけた一発芸があるので披露させていただきたいと思います。デパートのトイレについてる手の乾燥機のモノマネ。あ、いいね。いきます。人の顔を見んねんな、うん、そうですね。結構クールっぽいこの顔立ちでね、これをやるってのはなかなかシュールでいいですよね。だからね、そうですね、アイドル好きとかはこのちょっとしかないエピソードで想像するわけですよ。ああ最近マスターしてたらデパート行ったのかなとか。なるほど、そのやつやろう。その子をこうもういろいろ考えるわけですね、一つのワードから。そこのデパートに行って女子トイレでずっと見てる彼女にちょっと出会ってみたかったなとか考えるわけです。ああなるほど、気持ち
ち悪いっすね。強いな。なかなか何が面白いですか。こういう方々に支えられてるんですよ。確かに。そりゃそうだ。確かにそう。絶対笑っちゃいけないよね。笑っちゃいけないってどういうことですか。皆さんこんにちは。身長148センチ、15歳の高校1年生、伊藤ねねです。メンバーからは身長が低いので、まめちゃんとかまめやんと呼ばれています。私の好きなものは、茶色い紙袋の匂いです。これいいですよ。ファンの人はそれの中に何かプレゼント入れてくるんじゃないですか。なるほど。特技はバク転と最近周りで流行っているドヤ顔です。それ合わせちゃうんだよね。ドヤ顔もやりますからね。これお早い。そしてドヤ顔だ。ちょっとスタッフを確認するっていう。はい、そんなとこあります。今のドヤ顔はスタッフへのドヤ顔。バク転いいですよね。いいですね。ダンスに取り入れるところとかないじゃないですか。そう。東京都出身、高校3年生、18歳の斉藤優里です。と乃木坂46のメンバーや友達からはゆったんって呼ばれています。今一番私のマイブームがとディズニーキャラクターのスティッチのモノマネなんですけど、いい、ね、あんまりクオリティは高くないんですけど、と今からやりたいと思います、うん、バックスティッチ。はい、ありがとうございました。こういうことをやっもうどんどんやることが大事なわけです。そうでしょうね、うんうん、ライブとかでなんか MC とかなんか喋ってる間にステッチやってとか言われたら、うん、へーとか、うん、恥ずかしそうにやる感じなんじゃないですか。あ、いいね、かわいいわそれは。はい、こんにちは。大阪出身、川村真宏、16歳、高校1年生です。メンバーのみんなにはロッティって呼ばれているので、ロッティって呼んでください。普段柔軟とか運動とかやってない割には体が柔らかい方だと思うので。おお、はい、よいしょ。あのブリッジできないの。ブリッジこう、はい、あ、できる。あ、でもできるの。できます。いける。戻れますけど、うん、下履いてないです。下履いてない。下履いてないか。あ、じゃあやる。それからみんなも脱ぐか、どっちか。問題が。大阪出身、さゆりんこと松村さゆりです、好きな食べ物はいちごと桃と唐揚げです。実は特技が全くないので、あのナナミンからパクりまして F1 の車の音します。お、はい、音シリーズだ。遅くないですか、F1 にしたら。もう一つはあの羊の声。おう、まあまあまあ、ひどい。羊ってこんなでしたっけ。こんなじゃないか。羊の目ちゃうの。目でいいのよ。目はヤギだろ。リアルなやつは日村さんどっちだっけ、羊だっけ、ヤギだっけ。俺は一応あれは羊でやってるけど。見して。んこれやろ。教えてあげて。松村さんに教えてあげて。だからバーバー。おる誰かできそうな人。バーバー。できるんだもん。やべ。はい、広島県出身の最年少の和田真彩です。私は大島優子さんがライバルと思っています。特技は空手です。すげえな。これはいい。手足長いな。長い。長崎県から来ました。中学2年生、13歳、川越ひなです。納豆が大好きです。私はよくクールって言われるんですけど、実はオタクでアイドル大好き、アニメ大好き、コスプレ大好きです。空手です。空手多いよ、空手。やってた本当にこれ。何今の。ヤー。ヤーって言ってたけど。あのヤーが絶妙な音でいいですよね。48どんどん倒してほしいな。ヤーヤー。空手とかやってた子はいない。あ、はい、おある。はい。私は剣道をずっとやってました。おお。剣道をやっていたという高山、その腕前とは。
消えちゃう。なんか対戦の人から、うん、対戦相手、じゃあ俺行こうか。あ、じゃあ始め。中学3年生の15歳です。ひめたんって呼んでください。よろしくお願いします。ひめたんは広島県出身です。 Perfume さんのダンスができます。最高を求めて終わりのない旅をするのはきっと僕らが生きている証拠だから。すいません。皆さんこんにちは。小人図鑑をこよなく愛する農場亜美、高校2年生16歳です。私は演技も好きなので、演技もできる大島優子さんです。特技はウサギのモノマネです。いいね。あ、いいですね。はい、こういうのいいな。やり終わった、うん、充実感になりますからね。それも日村さんもできるの？ウサギできますね。おお、そうなの。ちょっとやってもらっていい？おお、すごい。ウバートンの作品。はじめまして、伊藤真理香です。大阪出身で、神奈川県育ちで15歳です。ファッションリーダーのともちんさんがすごい、ライバル意識しています。好きな食べ物はピーマンとナスと梅と生姜とビーフジャーキーです。覚えらんない、覚えらんない。ビーフジャーキーしか覚えてない。特技はクラシックバレエをちょっと習ってます。すごいね。出た。うわ、すごい柔らかい。綺麗な部位ね。Y 字な。わ、マジで。V ってこうだ。久しぶりなんで、ちょっとここが痛いです。すみません。最後ここが痛いですっていうところもキュートですよね。ああいうところも見てるんですか？ああいうところも見ますよね。見ますよ。ああいうところも見ますよね。勉強になるな。好きな食べ物もうちょっと絞る方がいいかなと思いますね。こんにちは、大阪から来ました高校2年生の西野七瀬です。私は乃木坂に入ってからすごいお姉さん系って言われるようになったんですけど、中身は全然お姉さん系じゃなくて、むしろ私は妹です。絵を描くことが最高に大好きです。描いてくれないっていう。これはすごいですね。うん、スケッチブック多分あるはずやから。そうですね。ざっと描いたんですけど、簡単にな、自分の顔とかね、なんかちょっとそのね、ちょっとした絵でもいいから見たかった。見たかったですね。秋元康さん描いてみましたみたいな。はい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 。会ったことあるの？描ける？絵うまいの？絵うまいの？ちょっと簡単な感じでいいから。ね、秋元さんじゃあ。頑張れ。2回やからなかなか覚えてないやろうけどね。あ、今のいいですよ。見ました。なんすか？どういう感じですか？スタッフから受け取ったものを、はい、ありがとうございますっていう、はいはい、言いました。普通のアイドル言わない子が多いですよ。ちゃんとしてるやつじゃないとやってことですか？うん、そうかな。できたかな。これも面白い。怖いよ。怖いよ。誰ですか？秋元さんです。埼玉県から来ました16歳の高校2年生井上さゆりです。好きなものは甘いものとモフモフしたものです。この乃木坂2つ結びですよね。2人さゆりがいるんですけど、メンバーからさゆにゃんってあだ名をつけていただいたので、みんなもそう呼んでくれると嬉しいです。さゆにゃんとかは言いたいですよね。口に出したいですよね。さゆは特技は戦隊ヒーローが大好きなので、あの変身をしたいと思います。してして。はい、変装。ただ何の変身かを教えてなんかあの戦隊ものっていうその特撮ものが好きでやったりとか、うんうん、オタクの人らが好きそうな、ああ萌え系というか、いわゆるね、そう、そんな感じでしょ。妹タイプで。なるほど、本当だ。多分あの来たコーラもその話ができると思って来るわけじゃないですか。はあ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 。
やっぱ見た目もそうだけど、うん、そういう趣味趣向もファンの人っていうのはやっぱり、うんうんそうですね。もともと好きなんやろうけどね。まあそうでしょうね。変身ポーズをやるぐらいですからね。特技でですよ。そうですね。皆さんこんにちは。柏行な高校2年生の17歳です。前に桃色クローバーというグループで活動していて、その時に習っていた歌やダンスを乃木坂46でも存分に活かせたらなと思いますので応援してください、うん、私の最近の好きな食べ物はお通しでよく出てくるパスタを揚げてあるものです。もうアイドル経験者なんだ、ああそうなんや、すごいな。皆さんこんにちは。大分県出身18歳江藤美沙です。私のことはミサミサって呼んでください、うん、私は中学の頃にバレーボール部に所属していて小中高とリレー選手をしていたりと結構活発な女の子で運動神経には自信があります。私の特技の縄跳びを二重跳びすごかったですね。すごいですね。なかなかできないですもんね。ねえ、うん、中学校の頃は10回跳べていた30跳びを挑戦します。すごいね。1回跳べました。拍手してください。皆さんこんにちは。中学2年生13歳の樋口ひなです。これから何事にもくじけず頑張っていきますのでどうぞ応援よろしくお願いします。特技はボディーパーカッションです。ドはドーナツのドー、レはレモンのレ、シは幸せよ、さあ歌いましょう。でもこれ見たんですよ、はい、あのプロフィールみたいなやつ、はいはい、であんたにとって AKB とはっていう質問がついてるんですよ、うん、全員に、はい、で大概の子がね憧れであり敵であるとか、うん、超えないといけない存在とか尊敬とか、うんうん、ここがねちょっと崩してほしかったなって思うところなんですよね。そこを変えた方がいい。どういう風にすればいい。自分たちにとって親でありスネのような存在です。しゃぶらしてもらいます。なるほどね。そんなの入ったらなんかこの面白そうやなって。埼玉県出身の中学3年生14歳斉藤千春です。メンバーや友達からはちーちゃんって呼ばれてるのでみんなにもそれ呼んでほしいです。特技は上手ではないんですけど上唇を動かさずに下唇だけ。何それ。動かします。そういうことか。ありがとうございました。大分県出身15歳高校1年生畑中聖羅です。板野友美さんをすごく尊敬しているのでライバルです。私は大分県出身なんですけど、うん、大分県はカボスがすごく有名なんでカボスパワーで頑張ります。カボスパワーっていうのはまず、ね、ピンとこない。趣味は食べることがすごく好きで特技は普通の人よりはよく食べます。推しが弱いんですよ最後。なんだろう普通の人よりは食べるっていう。どれぐらいやろな。どこ基準かが分かんない。すげーな。なんだろうな。帰れま10とか入りづらい感じ。この乃木坂46にはセイラが3人いますが高2の長島セイラのことはセイラリンと呼んでください。私の三大生きがいは食べる、寝る、喋ることです。皆さんこんにちは。いつもあなたの心にお届け物、笑顔と元気の宅急便、愛知県から来ました高校2年生セイラリンこと長島セイラです。で特技がないので全力でゲッツをします。ゲッツ。セイラリンもなんか工場みたいなのが決まってますね。なんかあれ自分で作ったんですか ね思い切ってないから、卓球エンジ緊張してるんですよ、それはね。緊張するわ。まあまあしますよ、やっぱり。でもいいっすね、ういういしくてみんなね。いいですよね。そうやな。ここの現場に来られへんかったら、結構ひどめにいじられるね。そうですね。でも可愛い子いっぱいいるんだね、まだまだ。ねえ。いますね。有野さん、はい、今日を通じて一人だけあげるとしたら誰かって、うん、あのここにいるメンバーもそうですし、うん、先ほどあの VTR に出てきた、うん、要はこの第1回選抜メンバーではない人も含めて誰かを選んでもらいますけど、うん、あのちょっと
最後に私アピールしたいわって人いれば。あ、来た。じゃあどうぞどうぞ。生田さん、なんか。じゃあ歌歌います。真っ先に手を挙げた生田がおはこの生歌を披露。行きます。うん。Think of me, think of me fondly, close me your eyes. When you find that place I gave you, to take your heart back with me. すごい。ありがとうございます。すごいな。全く歌歌いますから想像してないジャンルが飛び出してきたから。何だそれ。何だ。Think of me っていうオペラ座の怪人の歌です。すごいの歌うね。うまい。新曲とかなの？違うの？いや違う。まあ、アピールしたい。最後、あ、行ったよ。ほら、行っちゃい行っちゃい。すごい地味なんですけど。いいんだよ。あ、地味だったらいいかな。大丈夫よ。大丈夫大丈夫。申し訳なさそうに出てきた若月の地味な特技とは？親指を、うん、これを、あ、いいですよ。こうあるじゃないですか、うんうん。こうなってるのをこっち側でやります。嘘だけど、こうの方で、はい、そんなことできんの？うわ、ちょっと、いや、ハムしてんちゃうの、関節。一回外してます。ファウルやで、そんな。うわー、見せて見せて見せて。うわー、すげえ。できました。いや、そこ、違う、本物見て、本物。できてないから、生田ちゃん、できてないから、それ。できてない、できてない、できない、できない。そこで歌で割り込んじゃえば。もうさすがにこんだけアピールしたら選ばなかったらね。さすがにいかないと。どうしようかな。この後アイドルマスター有野の推し面決定。こんにちは、乃木坂46です。私たちの公式サイトはもうチェックしてくれましたか？プロフィールはもちろん、メンバーのあんなことやこんなこと、いろんな情報が盛りだくさんです。ぜひ乃木坂46で検索して私たちを見てください。公式サイトで待ってます。やっぱ有野さんにこう言ってもらう人は売れるっていうね、そうジンクスが欲しいですから。ぜひこれは、うん、そうやね。プロフィールにも書いちゃうかもしれないですよ、有野さんに押されてますってね。そうね。有野の選ぶ推しメンは一体誰なのか。じゃあ若月さんかな。ほら、そうだ、はい、指やったね、若月ちゃん、うん、あら、いつの間に仕込んどいたんだ。やるね。さあということで、はい、また日を置いてきて、ね、ぜひ日を置いて、彼女たち日々成長しますから、はいはい、あ、そうか、はい、また変わってる可能性もある、はい、そうです、お願いします、はい、あ、変わってる可能性があるんやったら僕早めに井上さんに会いたいな、はい、あ、変身の子ね。あ、なるほど。井上さゆりちゃん、埼玉県から来ました16歳の高校2年生、井上さゆりです。戦隊ヒーローが大好きなので、あの変身をしたいと思います。変装押してますね、井上さんは。どうやら、そうやね、ちょっと有野さんは ねあれ、そうなると若月さんどうなんやんなってくるからややこしい話になってくるな。ただショックやな。こっちと向こうで一人ずつ、はいはいはい、この後乃木坂46に抜き打ち体力測定。乃木坂46初の握手会となる第1回乃木坂46お見立て会の緊急追加開催が決定。10月23日と24日の2日間、ご覧の会場で開催されます。まだまだぎこちないメンバーですが、テレビや公式サイトでは見ることができない生の彼女たちをぜひお見立てしに来てください。詳しくは乃木坂46公式サイトまで。たくさんのご応募お待ちしております。締め切り間近です。皆さんはじめまして、こんにちは、秋田県出身の生駒里奈15歳です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
次回乃木坂46メンバー全員の抜き打ち体力測定メンバーたちのとんでもない